常温保存専用のボトルで販売されている、ヨースロングライフ牛乳とは、牛乳をトポーで殺菌することで生産される牛乳。機密性の高いアルミコーティングシパックや、プラスチック容器などに、無菌的に重点包装することで、未開封の状態で2ヶ月程度、常温保存することが可能である。一般的な牛乳は、開封前、開封後とも摂氏10度以下で冷蔵する必要がある。 一方で、ロングライフ牛乳は、冷蔵での保管はもちろん、未開封の状態では60日間の常温保存が可能である。常温とは、夏季において外気温を超えない温度と定められている。なお、開封後は普通の牛乳と同様に、摂氏10度以下に冷蔵して、早めに消費する必要がある。用冷蔵の牛乳と栄養には差がない。保存料などの添加物は、 一切使われていない。ロングライフ牛乳は主にヨーロッパで広く普及している。フランス、スペイン、ポルトガルなどで消費されている牛乳は、ほとんどが、ロングライフ牛乳である。またドイツ、スイス、イタリアなどでは半分ほどが、消費される牛乳のうちロングライフ牛乳が占める。日本ではあまり見かけることができないが、熊本県の酪農マザーズの生乳100%を、使用した。 成分無調整牛乳は日本でも数少ないロングライフ牛乳である。東日本大震災以降、災害備蓄品や被災地への救援物資としてロングライフ食品への関心が高まり、ロングライフ牛乳をはじめとしたロングライフ食品を開発、製造する企業が増えてきている。ありがとうございます。